さあ始まりました、さっさっサンクのアフタースクール。よろしくお願いします。ね、来ました。しゃっ、そうですね、まあいきなりなんですけど、はい、はい、なんすか今日ですね。はい、あの電車に乗ってたら、はい、小学生の男の子2人組がなんですけど、はい、こうちょっとなんて言ってたんでしたっけ。イチャモンつけてきました。でもそのフレーズでいいですか。フレーズでいいですよ。小学生2人ですよ、男の子、はい、歩きながら、じゃあさ、そのところの内部事情どうなのって言ってました。ちなみに小学何年生ぐらいでした。いや、ちっちゃいですよ、もうちっちゃいよね。3年生、もう2年生ぐらいかな。そう、なんかね、内部事情を知られすぎてちょっと困ってるんだけどみたいなことを言ってて、その後は、その子はね、その後いかにっていう感じなんですけど。あと昨日ね、ちょっと電車乗ってて、ちょ最近電車で面白いことが多くてですね。多いですね。電車乗ってて、そのなんかすげえ心地いいリズムが聞こえてくるんですよ。はい。寝息ですか。みたいな感じの、ね、聞こえてくるんで、はい、何かなと思ってふと見たら、ちょっと風邪気味のおっちゃんが。いい感じのリズムだね、後ろにね。いい感じのリズム刻んでて、それ面白い。そう、めっちゃ面白いでしょ。ということで柴田君、お誕生日おめでとう。おめでとう、ありがとうございます。なんと今日です。今日ね、今日11月30日が誕生日ということで、はい、今こう話の流れでさりげなく言って、そんなもんっていう感じのツッコミを期待してたんだけど、一緒に盛り上がってしまった。盛り上がっちゃったね。なんとなく分かっちゃった、ね、分かっちゃった、その流れで、流れがね。もうちょい、ね、落とせばよかった。もうちょいね、25歳になった。そうです、25歳です。25歳、ありがとうございます、本当に。今ちょうど画面で半分で分かれるんじゃない。ここですね。ここが今25歳だね。そうだ、早生まれ組と。なるほど。で、24、24歳ね、年明けで25になりますということで、ね、はい、年明け、まあまあそうなんですよ。まあすぐじゃないですけどね。2月と3月ですからね。そうですね。ということで、はい、今日はハッピーバースデーなの で, なので、はい、ね、テンション上げて、はい、元気よくお送りしていきたいと思いますが、そしてなんと、今日あの3区この4人で放送するのが最後の回と、うん、そうなんです。皆さん元気いっぱい楽しんでいきましょう。最後まで見てね、よろしく、よろしく。